皆さんどうも高です。今回はですね奈良県の県庁取材地で人口35万人ほどの奈良市の郊外を散策した時の様子を動画にアップしてまいります映像の方近鉄奈良線新大宮駅この町の中心部にある駅となっておりますこの駅周辺はビジネス街となっている感じですね今回はですねこの新大宮駅 から国道24号線奈良バイパスというのが奈良市のまあ郊外の辺りを通っているんですがそれを南に行って奈良市の南隣にあります大和郡山市までえ徒歩でね向かいましたので、まあ、その過程の中で国道24号線奈良バイパス沿いの商業施設を移したりしておりますのでそれを今回の動画ではご紹介するという感じになります。 で、映像の方はですね、新大宮駅の南口の方から国道369号線大宮通りを西に進んでおります。前回の動画でもですね、新大宮駅から市街地の西の方にあります、第二班網道路のホーラ乱インターでしたかね、えー、そこまで向かってまあ往復するという動画を上げていて、この辺り、もう完全に 映してダブっているという状態になるんですけれどもまあ、あの撮影をした時とまた全く別日にねこれなっておりましてこの撮影をした日はですね映像をご覧いただいてお分かりいただけるかと思うんですが本当に空真っ青で、えー、これね晴れた日の昼間の撮影ということでとても気持ちがいいものとなっていますよねでそんなことを言っている間に映像の方国道24号線 奈良バイパスの方ぶつかりましたので、えー、これからですね南の方向かって大和郡山市に向かっていくことになりますで新大宮駅からこの国道24号線までの国道369号線沿いになるんですが前の動画でもお話しした通り新大宮駅周辺というのはビジネス街となっていてオフィスビル群がね多く立ち並んでいるという感じになっていて、まあ、西の方行きますと市役所があったり 大型複合商業施設っていうのが、まあ中心市街地らしい建物でね、どーんと建っていたり、というふうになっていて、まあ高めの中層建築物っていうのがね、まあ高崎西があるであろう中で立ち並んでいたんですけれども、まあそれを西に行きまして国道24号線沿いとなりますと、まあ今ゴルフパートナーですとかご飯屋さん多少移っていたんですが、商業施設というか建物自体が一気に少なくなる、そういう景観となっていました。 ただですね、この硬化が終わってきたあたりで一気に街並みっていうのが変わっていきます。今も小さめのビルがいくつか並んでいるのが映りましたし、道路反対側もですね、結構敷地を広く持っている商業施設っていうのが立ち並ぶようになってきました。ご覧のようにタマホームの住宅展示場ですかね、そういうものがあったり、こちらもうリフォーム系のね、お店ですとか、スポーツアルペンなんかが見えています。 まあ道路の反対側、この国道24号線広くて見づらいんですけれども、まあ家具屋さんがあったり、あと自動車販売、そしてカーパーツを取り扱っているお店っていうのがいくつか立ち並んでいる風になります。まあ今、イエローハットとかエニオスとか映りましたよね。で、こちら側にはスポーツアルペン、カツヤ、その奥にシューズアイランドがあるという風になっています。で、このシューズアイランドの向かい側ですけれども、今映りましたように、開括クラブ、 がありましてその奥にはですねこのようにガストのファミレスだったりベニスのパチンコ店っていうのが立ち並んでいますで今もホンダの自動車販売店移りましたがこの国道24号線京都と和歌山を結ぶ大変大きな通りとなっていましてこの国道沿い自動車関係のお店もそうですしいろんな商業施設が集まっているというふうになります で、さっきのホンダの建物なんですけれども、かなりオシャレに見えましたね。奈良盆地、とても広くて土地に余裕があって、そして多分ね、建物が綺麗だと車もよく見えるのでしょう。だからかなりホンダの建物、デザインが凝っていた気がします。で、それから南に進んでいきますと、これも奈良らしいと言えるでしょう。住宅展示場があったり、あとゴルフファイブですとか、スポーツクラブ、あと反対側にはベンツの自動車販売店、 ににこのようにスーパーマーパマケットで、すすとかか青木の紳士服屋なんかも見えていますでその南側には映っていますように回転寿司屋さんがありまして先ほども大気水産のね回転寿司屋さんとか映りましたからこの辺りはそういうお寿司関係お魚関係のお店が密集しているというふうになりますで、その南側ですがこのようにカラオケ店ですとか日産そして今もアウディに BMW などねやはり 車関係のこちらも見に映っていますが、まあ、自動車販売店というのが国道沿いらしくとても多いという風になっていますでその南側には今映りましたように山田電機の家電量販店があったりこちら側にはですねラーメン店ですとかステーキガストなんか映っていますよねでさらにこのように山田の隣には餃子の王将もありまして この辺り、国道らしく飲食店多数並んでいるというふうになります。で、このラーメン店ですとか、ステーキガストのあるあたりなんですが、このように複合商業施設の一部となっているっぽいんですよね。どうやらこちらならパワーシティという場所だそうで、まあ、系図電気ですとか、ダイソー、オフハウス、トレカ専門店とかね、奥の建物に色々入っているというふうになります。で、駐車場を挟んでこちら側には、ご覧のようにドンキホーテがあるというふうになっています。 でその南側にはですね、まあ、西川ですとか勝牛の、まあ、飲食系のお店がいろいろ集まった建物道路反対側にはまたパチスロ店らしきものがありまして店舗、まあ、一品もこの建物の中にまとまって、ね、入っているというふうになりますさらに南行きますとカッパ寿司の回転寿司屋さんに春山の紳士服店が見えているという感じになりますねさらにこの、ね、道路の反対側になるんですが まあこのようにおそば屋さんですかそういったものがあったりレクサスあるんですけれどもその先にちょっと気になる建物があるんですねこれトヨタの看板見えておりますけれどもなんか建物的にですねまあユニクロですとか衣料品を売っていたお店っぽいように見えるんですよね。 で、その横の建物もですね、なんだか大人向けのホテルに見えたんですが、なんかスポーツクラブ系のね、建物だったそうで、ちょっと失礼かもしれませんけど、そういうふうに見えてしまいました。で、その向かい側、こちら側には、カラオケ店、レインボーとリサイクルショップが一つにね、まとまっている建物がありまして、で、これから国道24号線の車道側ですね、ご覧のように橋になっていきます。 これこの先、佐保川という川ですとか JR の線路があるためにこのようになっているんですけれども車道の横、歩道が、ね、ないために今映っていますようにちょっと回り道をしてえ川と線路を越えてまた国道24号線の車道沿いに合流するというふうにしなければいけなかったんですね。で、で今映った橋なんですけれども、 歩行者二人がすれ違うこともできないような本当に狭い橋でヒヤヒヤしながら渡りました。で、またこれ JR の線路を越えているところですけれどもちょうどね、電車が来ました。これ大和寺線になりますね。で、ご覧のように高架のちょうど下を歩いていまして、この先、橋沿いに車道の速道があったり、自転車用、そして歩行者用の道がこのようにあるといった風になっています。 今のね、ルートで正しかったんでしょうか。もうちょっとね、行きやすいルートがもしかしたらあったんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ土地感もないですし、Google マップをね、たどりながらなんとか、えー、このように川と線路を越えて、橋の反対側までやっていきました。するとまた大型というか大手の商業施設っていうのがいろいろ見られるようになってきました。マクドナルド、セカンドストリート、またベニス、もうベニスがこの辺りとても多いですね。で こちら側には東京靴流通センターがあるといった風になっています。で、また自転車ですとか釣り具なんか見えていまして、まあ、車道もそうですし、歩道もね、広くてとても歩きやすい、そういう道になっていました。でこんな風に大きいサイズのお店なんかも見られたりしますね。で、道路の反対側、このベニスの横になるんですけれども、今映りましたように、カニ道楽の店舗が単独であるんですよね。 まあこれも関西らしいといったところでしょうかで少し行きますとこちら側に西松屋が入っているロイヤルホームセンターが見られたりしまして、まあ、本当、先ほども申しました通り奈良盆地広いですからそこにまあ主要道路である国道24号線が広々とあるというふうになるので、まあ、その周りの建物も本当大きなものですとか、ね、大手のものがずらずらと並んでいるというふうになるわけですよね。 で、今も、ニトリと山田とスポーツゼビオですか、それがくっついたとても大きな建物が道路の反対側に見えていますよね。で、その辺りから南が、大和郡山市になります。大和郡山市に入ってすぐ、この町を代表する大型商業施設、イオンモール大和郡山があります。 でこれからですね、山と郡山市の中心市街地、駅の方向かって歩いていくんですが、それはまた別の動画でお届けいたします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。